ロッテ・佐々木朗希投手23がメジャー挑戦を表明後初めて自らの言葉でファンに思いを語る17日の午前11時30分からゾゾマリンで行われるファン感謝デーマリーンズファンフェスト2024の開会式で挨拶を行う写真涙を流す佐々木朗希亭佐々木にとっては約1ヶ月ぶりの公の場 10月14日にチームが CS ファーストステージで敗退して以降、周期練習にも他の先発投手陣同様姿を見せていなかった。9日に球団からポスティングシステムを利用してのメジャー挑戦が容認された際には、どんな時もチームメイト、スタッフ、フロント、そしてファンの皆様に支えられながら、野球だけに集中してここまで来ることができました。 一度しかない野球人生で後悔のないように、そして今回背中を押していただいた皆様の期待に応えられるように、マイナー契約から這い上がって世界一の選手になれるよう頑張ります」とコメントを発表していた。